や尊敬しちゃう。そうよ、親方の言う通り。あ、おかみさん、おかみさん知ってたんですか。もちろん、だって親方だって亡くなった父によく叱られてたもの。ね、親方。はい、んだ、親方だって上さん抜けるじゃないですか。尊敬して損しちゃったね。損しちゃったってことはねえだろ。今の若いやつは何でもかえって損得ですからね。いけませんか。いや、いいよ。親方もう看板下ろしていいかしら。あ、お願いします。うんちゃん、いらっしゃい。いや、今度達人はよ、しばらく本格的に俳優辞めて浅草で木工入りして本格的な料理屋始めたって聞いたんだ。邪魔しちゃったよ。木工入りじゃないよ。木工入りじゃないんだよ。俺そう聞いたよ。そうかい。いやいや、木工入りじゃないんですよ。ここはもう先代からのおかみさんだからね。あ、嫁さんじゃないじゃあもうここで嫁さんじゃないですよ。あ、俺そう聞いたんだ。これあのね、こちら握ってるだけですよ。若おかみでございます。あ、どう兄弟なんか飲ましてよ。お、いいけど今日もう何にもねえんだよ。いや、もう冷やでいいわ。冷やで、うん、いや、今すぐ思ってしまう。だって酒の魚釣らねえわけいかねえもんな。いや、もうあのなんだっけ、 あんなんでいいわ。あのイカの塩辛かなんか。今日はね、筋子と野菜しか残ってねえな。じゃあ何もできませんね。何もできませんねってお前。俺の責任に関わるじゃねえか。筋子と野菜だけじゃ作れないでしょ。何言ってんだよ。見とけ言ってんだ。いつもこれだから大丈夫だよ。あ、そうですか、うん、ロケ行ってもこれで何か残り物で必ずちゃんと作るから。昔はよく作ったよ。うん、作ったよな。それはサイダーじゃないですよね。何を言ってるんですよ。キュッと冷やしてありますよ。水やサイダーみたいだったから。あ、これ本物だ。あ、まだもうちょっとほら、お待ちしてください。手弱でいくから。すいません。やっぱかっこいいですね。本当にね。昔あのよくロケにな行った時、あの俺はもうあの武将だから酒飲んで二日酔いで寝てるだろ。ええ、そした朝起きて、貸しがあるとこは貸しへ5時ごろ起きていくんだよね。それから海だと釣りに出て、で必ずこんなのぶら下げてきてさ、でね、やってくれるんだよな。朝飯に、うん、それは筋子ですか。うん、これ筋子。そうやってなってんですか。うん、すごいね。こうやってね、大きいね。中は全部こうやってね、身を取ってね。今日のはまたすごく粒が大きい筋子が手に入りましたね。俺もじゃあちょっと冷やもらおうかな。待って、待って、もうここで看板なんだろ。え、もう看板なんすから、いいっすか、親方。いいですかったって、もう飲むって言っちゃったからしょうがねえじゃん。あ、そうですか。いや、おかみさん、すみませんけど、ちょっと、まさなんだにも。ほら、あ、この杯をじゃいただいちゃって。すみません、ちょっとどうしましょう。もう一つちょうだい。じゃあ、あ、なんでもいいや。こちらで。あ、コップで行こう。え、おもんだ。兄弟って言ったけど、兄弟なんですか。まあ、そんなもんだね。え、うん。いや、あのね、ええ、仁義なき戦いの時にね、ああ映画ね、うん、俺があの箕面さんの役で広野って、その時あの兄弟はね、うん、悪魔のキューピーって言われたね。大西っていうね、俺その箕面さんの兄貴分の役をやった。最後にあの警官に踏み込まれて、あの撃たれて死んじゃう。まあ、実はな、もちろん仁義なき戦い、うん、実はにもそうです。その役をやってね。それからあの悪魔のキューピーだったんですか。悪魔のキューピー。今こんなあの可愛い顔をしてね、虫も殺さない顔をしてね、ストップするやるって、そういう性格の、うん、まあ、つまり配役だったんだよ。それでね、まあ実際の人物で、で、あだ名がね、うん、悪魔のキューピーっていう名前がついてたそうだ。それで、ね、ほら撮影中にもうお互いあの兄弟って呼び合ってたから、うん、そのまんまずっともう兄弟になっちゃった。昔から親方はこうやって料理とかさっき言ったら、ああもうそれはもうとにかくもともとあの料理はうまかった。はあ、うん、うまかったっていうよりやっぱ好きなんだよな。そうだ、俺道は謝ったな。いやだから最初から板前やったらよかったわけなんだよね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。という意味でのこう人材面でのね、協力ということ、うん、これ私はね、あの今大いにやっていいと思うんですね。
それからね、この間、特にジャガイモとか野菜類は半分近くがロスになってますが、このおかげでね、我々の職業はものすごくそのロスが少なくなったと。こういうあれは非常に効果的ですね。パトカーをね、送ってくれると、その…どういう学校なの？どっちかというと、今の受験戦争とか点数主義とか、なんだっけ、受験の時必要なのは偏差値とか、ああいうものない。ああいうものいらないって。いらないの？いらない。自分の好きなことを一生懸命やって伸ばしていこうじゃないかっていう、そういうね。ああ、そういう学校はやっぱり理想的だよね。自分が一体何ができるかとか、その野菜だけで作った、サラダみたいなもんだな。まあ、ちょっと食べてみて。さすが見事なもんだね。スプーンでいこうか。熱じゃなくてスプーンで。はい、スプーンで。その方が食べやすいと思うから。うちのお母ちゃんが上手だろ、これ。随分綺麗ですね、これはね。綺麗だね。こっちとしては。どっちかっていうと、和風っていうか、まあ、洋風みたいな感じもするけど。この煮こごりはこれ、何の煮こごりこれ？これはだって、あれですよ。ゼラチンってのはもう、袋で売ってる。それに水をまいて、その水っていうのはそのおつゆだな、もうちゃんと出汁を取った味。何もないったって、ほら今日だこれ豆は入ってるしよ、オクラは入ってるし、あとこれ何白いのはこれ山芋。山芋？山芋。これ勢力つきそうだ。いや、ここに何でもそっちの方に。ネバネバのものはね、食べると勢力つくってきてますからね。体に。ネバネバは、あ、そうかい。これ以上、勢力ついてどうするんだよ。糸引いてますよ、こっからでへーって。そうじゃなくても、勢力が。そうなんですよ。誤ってんの。どうしよう、勢力ついて。しょうがないじゃないか。遊びとかどうなんですか？若い頃遊んだよ。若い頃は。まあ今はもう。よかったよ。俺たちのことは、暗いでもう、フォーカスもないから。ですよね。昔はね。それこそもうやりっぱなしだもんな。やりっぱなし。今さ、芸能人同士で喧嘩したなんて、すぐもうなんか週刊誌の記事とかさ、書いちゃうだろ。もちろん俺たちも先輩にさ。入れられたことあるけど。文太さんも入れられたことあるんですか？あるよ。和歌山さんなんかよく入れられたよ。一回焼き入れようと思って失敗したことあったじゃん。あるある。もう15年も前の話だから。プリマ番長。焼き入れてやろうと思って失敗した。止まるべきなのに止まらないでさ。ブカ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 浮いてる俺たちの中を、俺なんか真上行ったよ。俺はてっきりもスキルで引っ掛けられたと思って。止まんなきゃいけねえのにさ、船の操作を知らなかったってやな、後で聞いたら。とんでもないよ、だってさ。それで、これ閉めなきゃいけないと。これやろうと思ったんだけどさ、ちょっと思い知らせないと。宿へ帰った地方峠だから何泊もそこへ宿へ泊まってるわけだよ。それで、文ちゃんも来たんだよ。俺の部屋に来て、渡瀬恒彦なんか来てね、酒飲んでる時にさ。みんなで談合だよな。あいつは、あの談合もいけないんじゃないかと。あれ、詫びにも来ないと。どういうやつだって、そのうちにさ、みんなが、俺も気に食われんだ、あの野郎って話になってきてさ、力也なんか張り切っちゃって、私に任せてください。それでね、こんなからの人だったらね、大したことねえんだけどさ、柄の割には。でかいからね。名前言わねえんだけどさ、それで、まあしょうがないが、明日ね、もう一晩、その俺の部屋でまた酒盛りをやろうと、それで引っ張ってきて、その時にね、引き込まそうという話になって。言ったらさ、兄弟がさ、ちょっと待って、あの野郎、空手使うぞって話になったの。え空手って言うやつだと思ってたら、結構強いやつだったと。空手がね、二段だか三段だかっていう話だと。そういえば俺も聞いたことある。そうか、どうしよう、やべえなって話になった。で、もう一さ、明日晩どうしみちこの部屋呼ぶんだから。酒をたらふく伸ばして、酔わせて、それをやっちゃおうと言うんですよ。汚ねえ結局さ、だからね、まあいろいろ酔わせてやろうって話はなったんだけど、結局はやっぱり空手が怖いって話になってさ、話はね、そこで終わっちゃったんだけど、あれはやり損なったね。結構楽しいあるんですね。いや、そんなことはしょっちゅう。まあでも、割とね、そういうことがあっても、みんな結局酒飲んで、次の日になると忘れちゃって、いい時代だったんですね。
そうだね、結婚一人で女5人もいるなんて時代あったんだよ。俺じゃねえよ。俺じゃねえよ。分かったじゃなくて、分かったじゃなくて、そんな今だったら大変でしょう。まあね、フライデーだとかな。俺じゃないよ。今日なんかあれだよ、二分の子ら、この料理屋の親方なんてんじゃないよ。二枚目二枚目っていう感じで。そんなことはないんだけどね。毎晩白の背広着て銀座行ってたもんな。全身考えられないよ。それ役の服じゃなくて？違う。普段の時にですか？普段の時に白の背広着て銀座。一緒に銀座飲みに行ったら俺はまあ頭くるんだよ。モテるから。その時なんて梅宮達夫だけモテて俺はモテねえのかと思っていろいろ研究したけどね。研究した。やっぱりね、あの優しいんだよな。飲んでても。あれするのがやっぱりモテるんだ、俺なんかそういうの全然しないようだから、もう聞かない。だから俺はもうバーとかクラブじゃ絶対モテないから、俺はもうジョロ屋専門だった。本当。でもすごくおおらかですよね。僕ね前に俳優って言えばさ、俳優にならなかったら何だったんだね、文ちゃんね。なんだろうね。金を儲けるとかそういうことは絶対できないしね、ダメだ、下手くそだしね。だから今考えると、だから俳優になってやっぱり一番良かったのかなと思ってるけどね。俳優ってのは結局俺まあそんなこと言うと真面目にやってる俳優さんに怒られるかもしれないけど、もう怠け者が一番向いてる職業だと思ってるもん。怠けてた方がいい。まあもちろんあのきつい時はきついよ、もう徹夜もあるし、朝も早もう5時6時にから始める時もあるけど、何もない時はもうぐうたらで過ごせるじゃないか。そうだろ。私はここで見習いだ。そういうだってサラリーマンなんてやっぱり日曜日しか休めない、ね、休日以外はきっちり7時に出て電車で9時にが今10時ぐらいか会社行ってね、そういう技は俺たちできねえもんな。技って俺のもんじゃないと思う。俺たちはやっぱり暇な時は朝まで飲んだり遊んだりそういうことがね、自由って、まあ、いいじゃん。ぐうたらってばぐうたらだね。ぐうたらだよ。役者かよなんて、台本持ってきてもらって、それを追うように読んで、ログに覚えないでな。本番になってから。いやでもあれはやっぱりその人その人のね、どうしても完璧に覚えなきゃならない人と、きちっと覚える人もいるしね。稽古をしてから相手とセリフのやり取り、それから芝居の動きをしてやっとそれから覚えるって、まあ俺はどっちかってそうなんだけどね。俺なんか 100% 覚えないでやってた今頃、スタッフに恨まれてると思うよ、振り返ってみて。本番になって、まあほら映画の場合っていうのはそれが通用するじゃない。あのカットカットで、もうカットカットで、もし閉じればすみませんと、もう一回って何回でも気に入るまでできるからね。でもまあそれは若い頃そうだったよね。丹波さんなんてのは今でもあの台本読んだことない人で、台本読まない。もう読まないんだ。あの人はね、自分のセリフのとこだけね、朝ビリッと破いてこうポケットに入れてきて、でさあ始めるかなんてこうやって。やる人だから、俺はそんな極端じゃないけどね。台本一冊あったとしたら、それはほとんど読まないんですか？読まない。自分のセリフのとこだけこうページをビリッと破いて、その日の、それでそれをポケットに出てきて、行くかなんて言うと、こうそっかり出して、それでこう始める人。役者ってそれで、あの、そうだって、だってあの人ドラマって存在感ある。自分の出てるとこだけちゃんとやればいいんだから。それがどういうやり方でもさ、そんなものは人に、ね、観客には見えないわけでしょ。セリフを言ってお芝居してるとこだけで、そこだけが良ければいいんですよ。仁義なき野望もそうだったんですか？そうだった。え、そうなんですか？だから今反省してんだけどね。そうか。いや、もしね、あのきちっともし覚えて、あのきちっとやってりゃ、あのもう遠回しに芝居ができたのなんて、こう今こう振り返ってみるとそんなこと思うけど、またいや待てよ、あんまりきちっと几帳面に覚えてやったら逆に面白くはなかったのかなって、まあそれはどっちなのかよくわからないけどね。そうかもしれないですよね。あれ見ててやっぱりね、かっこいいですもんね。
やっぱあれ見てことできちゃうと。本当隙もないようなね、あの芝居っていうのもあるだろうけどね、やっぱりあの俺たちがやってきたのはね、そんなもんじゃねえんだよ。そんな言ってみた一口にはいい加減だ。まあまあ、だけど、ね、みーちゃん、のんびり行こうよ。ね、だいたい、いや、本当のんびり。あんたの生き方もよく分かったし。悠々とね、ね、鈍行列車が一番いいよ。鈍行列車ね。うん、そうだよ、もうあと残り少ねえからな。そんな急に。のんびり行こう。うん、俺、新幹線って嫌いなんだよ。まあ、必要で乗るけどね。やっぱり各駅停車で、あの、であれだったらどこでも降りられるじゃない。鈍行はね、鈍行はこう駅見て、あれ景色がいいからちょっとここで降りてみっかって降りられる。新幹線じゃ降りらんねんもんな、決まったとこしか。だから今のなんか世の中みたいな感じだよね、新幹線ってのは割とこう勝手に降りらんないっていうのなあ。で必ず路線に乗って着くとこまで行かなきゃしょうがねえっていうのが新幹線。まああの普通の在来線ってのはさ、人間それぞれ自分が好きな駅で降りられる、ね、切符は例えば青森まで買ってても、途中の、あの福島でも仙台でも、もっと小さな駅でもさ、ちょっともうここで降りて2、3泊してみっかなんていうのがやっぱりできないのが、そういうのがちょっと象徴してるよな、今の世の中の。だって高速道路乗ったらおしっこできねえからね、飽きちゃうよ、乗らなきゃよかったと思うもの。ね、なんだよ、まさかい。ああ、俺が、俺の親方じゃないですか。いやいやいや、めったにない、なんか思うね。いつ、涼しくなってきましたね、おじちゃん。今度は看板前に来てよ。え、看板前にね。もっとシャキッとした料理作ってあげるから。でもこの料理はどうだったんですか。これは最高だった。いけますか。もうこんな前の3年ぶりぐらいだよ。あれじゃ、いつも粗末なものしか食ってねえから。そうでもないですね、まあ感じ、そういう感じだもんな。でもね、あんたひょうひょうとしてる人いねえよ。あのね、お金なんかね、なくたってね、平気なんだから。あればあって使うんだよ、なけりゃ平気なくて。親方が作った料理、3年ぶりにうまいもん食ったって言いましたから。ひと月8万円ぐらいで生きていけんじゃないの。それぐらいで。ほんとひょうひょうとしてますよ。でもいい人ですね。まあ、それはもう間違いなく。ということで、いい人とか分かったところで、今日もこうレストランでこう肉とこで行きますか。ね。お茶漬けあるよ。お茶漬けがね。やっぱりお茶漬けだ。ね。まあ、お茶漬け、お茶漬けと。お茶漬け食べないとね、落ち着かない気もするしね。お湯沸いてんだろ。今日は何の茶漬けですか、これ。イワシ茶漬けってのを用意したよ。イワシ茶漬け、イワシ茶漬け。イワシの茶漬けってのはでも珍しいですね。わあ、本当だ、こんなにふっくらとしたイワシの身。これね、イワシね、高田さんね、ちょっとみりんと醤油で煮てありましたね。煮てあるやつですか。缶詰とかじゃないですね。やだ。お前ね、ちょっと言っていいことが悪いことがあるんだろ。この上にこう身を乗せて、この生姜がね、また醤油が染み込んでて、なかなかね、大人もんですよ。これ、シソも乗せるんですか。そう、シソ乗せてください。はい、マサもね、これがいい味なんでね。それでお茶かけてください。結構ボリュームがありそう。ねえ、結構ねえ。いただきます。文太さんとお話しして、また元の役所に戻りたくなっちゃったんじゃないですか。でもね、私もね、のんびり行きたいんですよ。今の芸能界、暮らしにくいでしょ。そう。マサなんか見てるとね、なんとなくそんな気がしますよ。どうですか、美味しいですか。うん、麺決まってんじゃないか。なんか、大丈夫かな。早く食え。誰だって思ってやる。最高。ね、いけますね。イワシタンクね。あ、もうこれ骨までもう全部抜いてて。ご苦労様でした。お疲れ様でした。
てない。うん、食べた。秋山29号、清原は33号、デストラーレ34号、AKB 号が並びましたね。今シーズン3度目、通算8度目ということですけれども、本当にお客さんとしては万々歳の試合だったので、わざわざ気分が良かったのではないでしょうか。やっぱりもう、西武はね、はい、マジックついたら、その AKB 外してゲーム参加とかね、どういうことですか。そういう感じ戦にしなきゃ。いやいや、でもね、清原選手、そのね、春ね、絶不調だったにもかかわらず、オールスターの後の追い込み、追い上げ、私は感動してます。なんか個人的なミビキャラですよね。実際清原いなくてもここまで来たじゃない。いろんな関係が。ボクシングの方、なにわの女王は負けてしまいましたけど、まだ大橋さんの方にですね、望みをつけて。ああ、そうですね。ボクさんみんな美人ですね。あ、そうですか。一応答えください。お、国会議員も辞めるわけですね。寝るなよ。たぬきじじいがこら。お前本当は5億円以上もらってんだろ。もらってんだろ。おい、どうした、どうした、何やってんだよ。え、もらってんじゃねえか。日本の政治家は決して腹切れがしない。え、例じゃねえか。お前箕輪はもともと北条のもの。子供徳がそういうことじゃ。北条にしろ徳川にしろ、諸方の武将を味方にするためには唐正門の乱発をしよう。それもこれもな、信長の死後、先行きの見えぬ不安のせいじゃ。では沼田のことは。北条のことは放っておけ。わしはな、どうしてって言われて、もう二人でこうクルクルしながら終わって、まだすのかなとか言って。え、あのちょっとなんか緊張してなんかドキドキしたりとかしないんだ。うん、きっとなんかしっとり系のキスシーンとかだったらなんのかな。笑ってる。死んだとかどう、キスシーンとか。いや絶対ダメです。僕やったことある？ないです、ないです、ないです。もうダメです、ダメです。絶対来るよ、役者だったら来るもん。いやいやいや、ダメです、ダメです。好きになっちゃいます。